こんにちはーアカデミー堀秀夫ですメルカリは儲かるのかテンバーアカデミーが海外輸出に注力するわけということでね。えーまあ、実はメルカリの話はちょろっとしか出ませんけど、まあ、なぜ、えー、輸出にこだわるのか、まあ、それは稼ぎやすいからなんですけど、まあ、その内訳というかね、えーまあ、ちょっと統計とか、えー、あと旅行で感じたことなんかを、えー、シェアしたいと思います。 日本やアメリカというのは、実はあまり稼ぎやすい市場ではないと。え何それだってアメリカはアマゾンで稼げてたじゃんってことなんですけど、結局アマゾンがすごい伸びてる段階だったことと、あと FBA というね、そのアマゾンの強力な仕組みがあるんで、まあ、アメリカはアマゾンで売れば儲かるというのがあります。まあ、ただね、eBay なり独自ショップで取り組んだことがある人とか、まあ、取り組んだ例を見ると、 まあやっぱアメリカはそれほど稼ぎやすくはない。ね、なぜかというと、まず日本は市場が小さいのにライバルが多いと。そして品質やサービスにうるさすぎる。ね、まあ要は努力が見合わない市場であるということですね。でアメリカはもう市場はまあ言うまでもなく大きいんですが、まあ、その分強力なライバルが多いと。まあ、世界中ね、腕に覚えありとか、もっと稼ごうって人はやっぱアメリカ市場、 狙いますんでね。非常にライバルは強いです。それと返品を悪用した底辺の購入者が多いと。これ底辺の購入者ってどういうことかっていうとですね、本当にアメリカってな豊かなイメージがあるんですけど、日本から見ると。ただ一部の大金持ち以外はカツカツの生活というか、まあ、日本で考えたらね、カツカツ以下の生活している人が大部分です。まあ、そういう人がね、 アマゾン使えばただで物が使えるよとか、テレビが無料レンタルだとかね、ハロウィンの仮装は、えー、アマゾンで買って使ったら返したらいいんだとか、壊れたものはアマゾンで買ってね、えー、で、新品に交換しちゃえばいいんだとか、まあそういうのをね、かなりやってます。まあこれはもうしょうがないですね。アメリカっていうのはそういう市場なんで、それかなりやられてると。まあ、それがね、利益率が落ちてきたところプラス、 えー、ものによってはそういう目に合うんで、まあ、正直、えーまあ、稼ぐストレスはちょっと増えてきてます。で、まあ、ねえー、タイトルにあるメルカリなんですけど、まあ、アメリカでも日本でも、ね、メルカリは伸びてます。まあ、ビジネスを断りってこととね、簡単に使える仕組みと、まあ、そのより簡単に発送とかできるようにする仕組みを頑張ってることもあって、まあ、今伸びてると。 で伸びてるサービスっていうのはね、えー、うまく使えば、えー、儲かります。まあ、ただ、ねえー、めんどくさいと。アマゾンで稼げる一番の理由は、細かい稼ぎを積み上げるときに FBA ならね、えー、自分でいちいち梱包発送しなくていいというのが大きいです。ただ残念ながらメルカリにはこの仕組みはないと。 いうのを考えるとね、まあ、豆な人が数万円から10万円ぐらい稼ぐことはまあ十分可能なんですけど、まあ、ただ、それ以上の上積みはね、えー、見込みにくいと。そしてね、えー、日本市場ちっちゃいですから、まあ、すぐに頭打ちになって、伸びしろがなくなると、ま、あね、えー、他のヤフオクとか楽天なんかと同じように、あんまり稼げないサービスに、えー、いずれなる。で、いずれっていうのはね、案外短い期間でなるだろうというふうに予想できます。 だからね、まあ、メルカリのノウハウ、メルカリでも儲けましょうっていうノウハウをね、えー、教えたところで、えー、再現したのところで、賞味期限が短いんでね、あんまり意味ないと。まあ、プラス、伸びしろが少ないんでね、まあ、数万円とか10万しか稼げませんねと。まあ、そういうことになってしまうんで、まあ、あんまり重要視してないです。まあ、使える方は、ね、仕入れに使ったり、不要品を売るのに使うといいですよっていう程度です。でまあ、なぜそれほどまでにね、 えー、日本をあんまり軽く考えるのか日本が嫌いなんですかということなんですけど、まあ、別に好きとか嫌いって問題じゃなくてね、えー、どこで販売すれば儲かるかってことを考えると、まあ、日本で販売するのはあんまり、えー、いい選択じゃないと、ね、モーターショーはね海外のメーカーがほとんど来なくなっちゃって日本メーカーですらね社長クラスはもうあの愛さずに来ないというふうにね えー、いう記事を最近見ましたけど、もう世界でビジネスやってるところから見たら、まあ、日本っていうのはあんまりもう販売場所としてはね、えー、重視する場所ではなくなってきています。でそれは例えば、国そのもののね、えー、規模というか経済でいうと、まあ、これ1990年のね、えー、GDP ランキングなんですけど、アメリカ1位、日本に3位、ドイツという状況でね、今や2位の中国ってのはもうこんなところにいたと。 アマゾンオーストラリアね、えー、始まるんで注目しているオーストラリアは13位、ねで。それが去年2016年になると、ね、アメリカ1位は変わりませんけど、日本、えー、中国が2位に来て、日本は3位に落ちちゃったと。で、オーストラリアは13位のままという状況です。まあ、ところがこれね、えー、順位だけ見ると大した違いがないんですけど、日本。中身は大きく、えー、重大な問題というか深刻な事態なのがよくわかるのが、 アメリカは同じ1位で3.11倍に伸びてると。日本はね、なんとアメリカの半分の伸び率で中国に抜かれてると。で、オーストラリアは3.89倍、アメリカ以上の勢いで伸びているという形ですで。内訳はね、もう全然日本が1位を落としたとかいう段階でもないですし、オーストラリアは13位のままということでもなく、みんな伸びてるのに日本だけ下がってるという状況なんですね。で、これを まあ、国,国の GDP じゃなくてね、えー、1人当たりの,その購買力というのに修正を入れた、えー、1人当たりの購買力平均というので見ますと、まあ、より、えー、分かりやすいんですけど、1990年の時点でアメリカ10位、日本22位、オーストラリア25位と、まあ、実はその経済大国ってあんまり一人一人は豊かじゃないわけですね。 石油が出る国とか資源のある国とかね、あるいはもうすでに成熟したヨーロッパなんかの方が一人一人の所得は高いということになります。でそれがね、えー、10位アメリカ、22位日本、25位オーストラリアという状態から、えー、16 26, 年26年経ってあ、2016年はどうなったかということなんですけど、 アメリカは10位から13位に落ちたと。オーストラリアは19位にアップした。日本は30位に落っこったという形です。でこの内訳はね、それぞれアメリカは2.4倍に伸びて、オーストラリアは2.6倍で。日本は2.1倍。やっぱ伸び率が低いんですねで。オーストラリアの伸び率が高いと。そして急速に伸びたものの、人口が少ないオーストラリア市場に真剣に取り組む人は少ない。少なくとも、 世界的大企業は、オーストラリアっていうのはね、えー、重要視してないです。なぜならね、えー、人口が3000万人しかいないですし、えー、GDP も小さいと。まあ、ただ、ね。 世界的、私たちは世界的大企業じゃなくてね、別に3兆円の市場がなきゃ参入できないとかいうことじゃなくて、まあ、むしろ月に100万でもね、えー、儲かれば御の字と、100万が楽に儲かるんだったらね、まあ、それに越したことはないというふうにね、考えるとオーストラリアはすごい美味しいです。でちなみに eBay ではね、真剣にオーストラリア市場に取り組むセラーがいます。その結果、eBay セラーで世界一売り上げを上げてると。 何しろオーストラリア市場ってのはね、みんな真剣に取り組まないんで、オーストラリア人が真剣に取り組んだらね、世界中の EV の中で一番の売り上げ上げてると。まあ、もちろん一番儲けてるでしょうね。という、えー、美味しい市場です。だから個人が狙うにはね、まあオーストラリアはまあ理想的な国であると。まあ、ところが今まではね、えーまあ、輸送とね、えー 仕入れなんかの問題で、なかなかオーストラリアで物販っていうのやりにくかったんですけど、ここにね、まあ、神風、ね、日本じゃないんで神風というかどうか分かんないですけど、まあ、非常に、えー、ラッキーなことに、アマゾンが物販を開始すると。ね、アマゾンが参入すると、まあ、梱包発送 FBA 使えばね、問題解決ですし、えー 1>, 1個5000円儲かるもの、1万円儲かるものを見つけるのは大変でも500円、1000円儲かるものを見つけるばいいわけですから、まあ、そんなものを日,本日本をねちょっと見渡せばというか徒歩10分圏内に入って捨てるほどあります、まあ、そんなわけでね日本市場で仕入れをするとメルカリアフォーク楽天アマゾンの日本ヨドバシドットコムなんかの家電量販店のネットショップとかリアル店舗それからダイソー ね、それら、まあ普通にその辺にあるね、お店でも何ならいいんですけど、そこで仕入れると。で、市場のちっちゃいね、日本市場で、この中でね、転売するとか、この中で独自ショップを作って売りましょうというと非常に儲けにくいんですけど、海外に売ると非常に稼ぎやすくなると。アマゾン、eBay、独自ショップ、ね、売りやすいところで売ると。まあ、この中の日本の安いところから仕入れて、 アメリカ、あるいはオーストラリア、あるいはね、アジアなんかの適切な国で売れば、まあ、非常に物販ビジネスは儲けやすいです。でオーストラリアアマゾンが始まれば、オーストラリアアマゾンで日本製品を販売するのが一番稼げやすいと。ね、アメリカアマゾンは、まあオーストラリアアアマゾンやって余裕があったらやりましょうぐらいの位置づきに変わりますで。日本地上でね、販売技術を頑張って磨いても、輸出で稼ぐ人ほどは稼げないと。ね 肩や、ね、腕を磨きに磨いて、戦闘力50万ぐらいの、ねえー、力を身につけても、まあ、輸出を組み合わせて、まあ、戦闘力5000のゴミかとかいう感じでもね、いし、ライバルが弱いんで、えー、戦闘力50万で日本で戦うよりも、戦闘力5000で、ねえー、儲けやすい国、今で言えばオーストラリア・アマゾンで儲けた方が儲かるというような事態になります。まあ、これは、ねえー 住んで旅行して、旅行した私だからまあ確信が持てると。日本もオーストラリアもアメリカもね、どこも全部住んだことありますし、旅行もしてますからね。まあ、えー、日本で普通にマスコミとかね、えー、インターネットで見て感じることとは、まあ、全然違います。でちなみに、世界20カ国を回って豊かだと感じた都市、これシドニー、それから中国、広州、EU、上海。 これね、中国がすごい豊かだって感覚は、中国に行ったことのない日本人だとあんま感じないですけど、あの、爆買いしに来てる、えー、中国人っていうのはね、中国の豊かな人じゃなくて、まあ、えー、あんま年代が若いとわかりにくいかもしれないですけど、昔、ね、えー、バブルの時期に農協、農協が主催する、えー、旅行で海外行ってた人みたいなもんなんでね、えー、実際の金持ちとは違います。まあ甲州 EU、上海あたりはどんだけ金あんだってぐらいのね、えー、豊かな感じでしたね。あとシドニーは、なぜか日本の人、シドニーの物価高いって言って驚くんですけど、まあ、物価は高いですけど、まあえー、逆に住みやすいから物価高くてもみんな住んでるってことなんでね、まあ、すごい豊かな都市でしたねで。逆にイメージと違って貧しい人が多い地域、まあ、アメリカのほとんどの都市がそうですね。シアトル、サンフランシスコ、ロサンゼルス。 まあアメリカに引っ越そうかなと思ったけどね。あんまり悲惨な状態なんでアメリカやめとこうと思いました。それからフランクフルト、バルセロナ、パリ、ロンドン。ね。ヨーロッパは豊かだと思ってる人は多いんですけど、全然もう豊かじゃないですね。むしろ貧しい人が非常に多いです。それから東京。東京はね、他の都市だったらもうホームレスになってるだろうって人もね。まあ、踏ん張って、えー、ね、あのー、もう本当に、 契約して普通に家に家住んでますけど、まあ、かなり、えー、厳しい感じですね。意外にヨーロッパの中だとね、経済破綻してると言われているギリシャはいい感じでした、ね。本当に破綻したのかみたいな。多分フランクフルトの人の、ね、写真と、えー、ギリシャのアテネとかクレータ島の、ね、人の写真をただ写真だけ比べてね、えー、どっちの国,国が破綻した国の人でしょうって言ったらもう表情から言ったら明らかに、えー フランクフルトは破綻してるけど、ギリシャはね、裕福な国というふうに見えるぐらい、ね、なんか、えー、いい感じでしたね。経済破綻っていうかね、国家って何なんだろうってぐらいのものことを思いましたね。まあ、もっといい。えー、それと、まあ、物価が高いオーストラリアなんですけど、まあ、視察なり旅行なりでね、オーストラリアに行くことがあったら、高い、 ね、うわす、すわ、でも高くて、これは売れるねっていうだけだと、旅行そのものとしてはね、あんまり面白くないんで、まあ、オーストラリア行ってコ,コストパフォーマンスがいいね、ぜ、ま、ひ、あ、体験してほしいもの。これはね、えー、ゴルフ。もうゴルフ場はね、えー、日本のゴルフ場とは比較にならないぐらいいいです。まあ、この前、えー、トランプと安倍さんがゴルフやってた霞ヶ関。あそこもすごいいいゴルフ場ですけどね、 でも、オーストラリアのニューサウスウェルスとかと比べると、まあ、えー、どうだろうと、ねえー。まあ、ゴルフが好きな人、ゴルフの、えー、難しくても OK と、ね、いい雰囲気を感じたいって人はやっぱりニューサウスウェルスの方が全然いいかなと。ニューサウスウェルスはね、なんとプレーができると。しかも、えー、プレイ日々がね、2万円しないぐらいでできちゃいます。これはすごいおすすめですね。 で他のゴルフ場もすごい安くていい、いいゴルフ場たくさんあります。それからね、えー、プライベートのゴルフ場の入会金もね、えー、全然安いですね。えーまあ、高いところで、えー、100万円しないと。ね日本だと100万円以下のゴルフ場なんて、名門なんて入れるわけないですけどね、オ、えーストラリア安いです。それからパブリックのゴルフ場ね、 まあちょっとメンバーでコンペ出るっていうのはもうそれこそお試し入会で300ドルとか500ドルで入会できるんで、まあ、ゴルフ好きにはこれオーストラリアはたまんないですね。まあ、ちなみに霞なんでね、えー、入会できないですあ。お金あったって入会できない。あの、紹介がなきゃ入会できないし、従ってプレイもできないですね。えー、メンバーがいないとプレイできないんで、まあ、そう考えるとオーストラリアのゴルフ場の状況ってのはすごいいいなと思います。で、それからカフェ。ね 何でも高いオーストラリアなんですけど、カフェだけは不思議と高くないですね。えー、3ドル、4ドル、5ドルで,で。はっきり言って日本で飲むコーヒーよりはるかにうまいですね。えー、私、エスプレッソってあんま好きじゃなかったんですけど、まあ、オーストラリアで、シドニーで飲むようになって大好きになりました。これカフェはぜひ行ってほしいと。あと、えー、ビールね。ねスーパーで売ってるビールもそうですけど、えー、パブ。パブのビールも安いですね。まあ、カフェと パブは数がすごい多すぎるんでね、えー、数が多いとやっぱ値段が下がるんだな、ゴルフ場もそうですね、数が多いと値段が下がるんだなっていうのをつくづくと感じさせる、まあ、この3つはおすすめで、だからね、ゴルフやって、で、えーまあ、ビール引っ掛けて、ね、で、朝はカフェでっていう、この3つを満喫すると、物価の高いオーストラリアでもね、いやいやすごいコスパいいじゃんという、楽しい旅行になるというふうに思います。 逆に物価が安い日本でもコストパフォーマンスの悪いこと。まあこれ日本の人にわざわざ教えることもないでしょうけど、まあ海外にいる人がね、日本に帰国した時とかに極力避けた方がいいこと。まあ、観光地のお土産を買う。まあこれね、やっぱり世界中観光地のお土産ってのはくだらないもの高く売ってるんで、まあそれは日本も例外じゃないですね。で、観光地は日本はね、 サビ、えー、れたところはお土産さんどんどん潰れてますんで、えー、需要と供給の関係から値段はそんなに下がらないというような状況ですね。で、タクシー代。タクシー代はね、えー、多分、えー、日本が一番高いんじゃないかなと思いますね。ベテランの、ね、個人タクシーの運転手に乗ればそれはいいですけど、大手の、ね、新人運転手なんか乗った日にはすごい割高な感じがしますね、なおさら。まあ、タクシー代。 できるだけね、まあ、便利なんで、タクシーは乗らない方がいいですね、日本の場合はね。それから、外れの飲食店。ねまあ、外食は世界一安いんですけど、逆に世界一の割高感を感じるのも日本というね、奥深さ。立、ね、地だけいい飲食店とかね、マスコミで話題になって勘違いしちゃった飲食店とか、あとは名物料理とか、ね、老舗でね、あぐらかいちゃってるところ。これらはコストパフォーマンス悪いです。 まあそんな形で、まあ今日は、ね、全然メルカリ関係ねえじゃんって感じじゃないですけど、まあ、メルカリね、えー、まあ稼げる余地はあるけど、なぜ真剣に取り組まないか。それはね、えー、真剣に取り組んでもね、先が見えてるのと、まあ、全然ね、えー、日本国内限定だったらメルカリいいんでしょうけど、まあ、輸出に目を向けてね、オーストラリアアアマゾンが始まるという今、ねえー、国内は仕入れオンリーだろうという感じでね、 え、やってますんで、まあ、やっぱり輸出ビジネスに目をつけてね、サポートを受けていただいた、え、会員さんたちの判断は非常に正しいと、自信を持ってくださいということでね、え、今回、やっぱり輸出一番稼げると。で今までね、アメリカアマゾンでやってきましたけど、オーストラリアアマゾン始まったら、え、アメリカ二の次になって、オーストラリアに注力するということでね、え、解説動画をお届けしました。以上、天馬アカデミー、堀秀夫でした。